総合高校の羽生です。みんなで支え合える街、若者と高齢者が支え合っていけるような街を私は願っています。一総合高校の北野です。本間です。私は子どもたちであふれる街にしたいです。理由は子どもたちの笑顔があふれる街を見たいからです。私は観光客でにぎわう街にしたいと思います。理由は伊豆市にはたくさんいいところがあるので市外の人たちも知ってほしいと思ったからです。自分の意見が社会に反映できる最初の一歩だと思います。10月20日は伊豆市議会議員選挙。想像しよう、投票しよう。